番組の途中ですが緊急ニュースです。女性を襲っています。レイプです。集団レイプです。おかせやりまくれ。立ち上がれ男たちよ。もちろん童貞守ってますよ。大体セックスなんて野蛮だよね。萌えだけでご飯3杯はいけちゃうんだから。楽の人ってさ、最後に残されたまともな男なのよね。金玉打ち抜くかチンポ切り落とすしかないの。桃子は私が守る。殺さなきゃなんないんだってば。あんたバカじゃねえ。のぞみさんは子供なの。受胎告知とかなかった。男のエロモンスターを野放しにしてるからこんなことになったんです。まったく男って女ってやることばっかりで。女は男の欲望の吐け口じゃねえんだよ。二人ともやっちまおうか。血を下ろして。セックスって気持ちいいよ。夏渡したらセックスできるんだよ。童貞喪失だ。男なんてみんな貴様っすね。